星川かな子先生のハッピーデリレシピ。皆さんこんにちは、西口まみです。星川かな子です。先生、先月教えていただいた甘夏シロップを大量に作りました。本当にすごい、はい、でこう紅茶を自ら抽出しておいて、いつでもカフェみたいに楽しんでいるんですよ。本当ですか。この暑い時期に本当にぴったりで美味しいです。なんかこうリフレッシュできますよね。そうですね、もうカルダモンが爽やかで、そういい仕事してるんですね、はい、カルダモンがね。そう、入れるべきですよ皆さん。絶対入れてね、はい、作っていただきたいと思います、うん、あとチキンのマリネも、はい、最近よく食卓に登場して本当これが美味しいんですよ。あ、よかった、鉄板メニューになりつつあります、はい、そうなんです、はい、皆さんもぜひ試してみてくださいね、はい、そんな甘夏を使ったメニュー今回教えていただけますよ、はい、それでは参りましょう。星川かな子先生のハッピーデリレシピ。この番組はホームパーティー持ち寄りにも OK、 毎日のオーディオをちょっとリッチにもっとハッピーに、東紀州の食材である熊野灘産の魚介類や海藻類、旬の野菜などを用いて作る星川先生流のデリ風レシピを教えていただくお料理番組です。それでは今回もお料理教室クッチーナアミカ主催の星川かな子先生に教えていただきましょう。先生、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ今回は7月最終週ということで、はい、夏はアジアン料理の第4弾となります。第4弾は先ほども言いました通り、はい、こちら大きな大きな、すごい大きいですよね。そう、甘夏が登場しますよ ね、はい、そして色もとっても綺麗なトマトも活躍してくれます、うん、完熟、ね、エスニックトマトと甘夏のゼリーです。はい、それでは先生よろしくお願いします。はい、では食材の紹介をしていきたいと思います、はい、でまず甘夏ゼリーですね。で甘夏の果汁、これで4個分で 600cc あります。こう蓋の下ですね、こうやってあの中くり抜いてありますけれども、うん、果汁を絞る絞り器ありますね、手で絞るので、はい、あの絞っていただいて、全部はちょっと絞りきれないと思うので少し絞れたところで手を入れて、中身を取り出してっていただければ、うん、こんな風にきれいに器になります。これを器として使っていきたいと思います、はい、で板ゼラチンと中ザラメを使います。でなんで板ゼラチンなのかはまた後ほどご紹介したいと思います。でこちらが出原家さんのトマトを使ったエスニックサラダですね。湯むきしたね、美味しそうですね、完熟のトマトが3個、はいはい、こちらからごま油、ナンプラー、お酢、お砂糖一つまみですね。でニンニクと、こちらが胡椒ですね。胡椒は粗挽きを使いたいので、引き立てを合わせるときに使っていきたいと思います。で香菜とディルです。では調理していきたいと思います。では今ですね、こちら板ゼラチンをちょっと大きかったので半分に切りました。で氷水でふやかしていきます。はい、では次にゼリーね、ゼリー液を作っていきたいと思います。甘夏の果汁ですね、一生懸命絞りましたね。4個分たっぷりです。4個分いっぱい絞りましたね、はい、で、火をつけて中ザラメですね。これでですね、ザラメを煮溶かしていきます、うん、そうするとふつふつちょっとこうあったかくなって煮えてくるとですねアクが上がってきます、はい、それを丁寧に取り除いてふやかしたゼラチンを加えて氷水に当てて冷やしていきます、はい、ではですね、今アク取りをした果汁ですね、はい、で氷水でボウル当てて冷やしていきます。で今はこう煮立たしてまではいかないですけれども、ほぼ90度ぐらいの温度があるので、はい、氷水に当てて60度前後ぐらいまで冷やしていきますね、はい、じゃあ今少し冷めてきたところでゼラチンを足していきますね。ゼラチンはふやかしたのを絞ってください、こうやって。はい、はい、そうするとここの中でちゃんと溶けていくんですね。そうなんですか、わかります、スーッと溶けていっちゃうんです。本当だ、はい、わかります、ほら
溶けてるでしょ。あっという間。そうなんです、あっという間なんです。じゃあ今ゼラチンが溶けました。氷水に当てて冷やしていきます。もちろん一晩とか時間があるときはもうこのまま器に入れていただいて大丈夫なんですけど、今日はちょっと時間があまりないので、ちゃんと冷やしてから冷蔵庫に入れたいと思います。では粗熱が取れてゼリー液が結構冷たくなってきましたので、これを器に入れていきたいと思います。はい、先ほどね頑張ってくり抜いた、はい、はい、容器に入れていきます。今回使ったこの甘夏がとっても大きいですよね。そうなんです、大きいんです、うん、たっぷり入りますね。もちろんこれお一人分でねちょっと多い時は半分とか4分の1とかにカットしていただいて、くし形になりますよね。そうするとおしゃれ。そうなんです、それで召し上がっていただくといいと思います。いっぱい入ります。いっぱい入ります、大きいからね、はい。斜めになってとこぼれちゃうので、じゃあまっすぐして冷蔵庫で冷やし固めていきたいと思います。はい、では続いて出歩けトマトのエスニックサラダですね。はい、はい、でここにちょっとみじん切りにしたニンニクが入っているのが分かりますか。はい、はい、入ってます。でここに、はい、ごま油ですね。お酢ですね。はい、でお砂糖が少々です。で、混ぜててお砂糖が溶けたら、はい、もう大丈夫なんですね。もし味見していただいて塩気がちょっと足りないなと思ったらお塩足していただいて大丈夫です。ただナンプラーが開けたてなのと、うん、冷蔵庫でしばらく置いてあったのでは塩気のこう濃さが違うので。そうなんですね。そうなんです、気が立ってると塩気が濃くなります。やっぱり冷蔵庫の中って結構乾燥しているので水分がちょっと飛んでしまうんですね。はい、でここにトマト入れます。さっきの出歩けのトマト湯むきしたのが3個分ですね。ですね、今日は美味しい出歩けのトマトがあるので、はい、出歩けのトマトでします。でこれがシャンサイですね。シャンサイも手でちょっとちぎって入れていただいて、きゅうりも美味しいです。これお、はい、そうですね、夏野菜ね。きゅうりは皮を剥いて、はい、ちょっと乱切りに適当に一口大ぐらいに切っていただいて、あとは混ぜるだけですね。あ、エスニックな香り、はい、エスニックな香りしましたか、うん、はい、でブラックペッパーですね。粗びきの胡椒、はい、であともう混ぜるだけなんです。でポイントはですね、これは食べる直前に混ぜる、はい、それだけです。仕上げにちょっとだけ胡椒を振ります。これで出歩けトマトのエスニックサラダの出来上がりです。さあということでこちら完成いたしました。エスニックトマトと甘夏のゼリーです。はい、はい、今回使いました地元の食材をご紹介しましょう。まずはこちらの甘夏です。はい、前回は甘夏のシロップも教えていただきまして、とっても美味しかったんですが、はい、今回はこの器ごと使いましてゼリーにしていただきました、はい、こちらは株式会社柿内農園さん美浜町にあります、そちらで
提供していただきました甘夏みかんビッグサイズです。大きいですよね、はい、ですごいツヤツヤ美人さんですね。本当ですね、綺麗です、はい、続いて綺麗つながり、この美人なトマトですよ。このトマトも美人ですよね。そうなんです、紀北町の出歩けさんのトマトです、はい、こちらは特殊なストレスをかける栽培方法によって味だけでなく栄養価も濃いトマトにするために水と光と栄養に気持ちも込めて皆様にとって最高のトマトにするように栽培作っているそうなんです。すごいです ね手塩にかけてね。そうなんですよ、それでこんなに綺麗なトマトに。本当綺麗ですよね。この後試食も楽しみです、はい、さあ試食タイムです、はい、まずはエスニックトマトいただきます。この出歩けさんのトマト、うん、美味しいんでしょうね。そうですよね。いただきます。うん、甘い甘い、すごいトマト、これ本当美味しいです。美味しい、うん、ちょっと目が今大きくなりましたねでこのエスニック風が合いますね。うん、この冷えたトマトにね、あえたてが美味しいんです。が美味しい、はい、すごい、出歩けさんのトマトってこんな美味しいんですね、だって見るからに美味しそうで、ツヤツヤでしたもんね。色も綺麗だった、うん、続いて甘夏のゼリーも美味しそうなのでいただきます、はい、これすごい大きいそうね、大きいですね。あの半分とか4分の1とかにカットしてね、うん、ご家族で分けてましたね。このまま切れるなんてすごく可愛いですよね、はい、ではいただきます。あ、美味しそう。プルンプルンね。うん。ああ、高級感漂う感じ。本当ですか？この苦味がいいですね。真夏のこの苦味がね、うん、爽やかですよね。本当です。夏にぴったり、もう涼しくなりますね。ああ、すっごいこれ美味しい。なんかね、この2つでもう夏の暑さも吹き飛ぶような感じです。ぜひ皆さんもお家で作ってみてくださいね、はい、それでは今回の材料をご紹介します。まずはエスニックトマト 3,4 人分です。トマト3個、ディル3本、シャンツァイ3本、ナンプラー大さじ1、酢小さじ1、砂糖1つまみ、粗挽き黒胡椒適量、ごま油小さじ1、ニンニク1かけです。続いて甘夏ゼリーです。今回は2個分で教えていただいていますが、甘夏の器1個分の分量をご紹介します。甘夏果汁 300cc、 板ゼラチン 8g、 中ザラメ 30g、 氷水適量ご用意ください。今回のポイントを教えていただきます。まずは先生、こちらのエスニックトマトお願いします、はい。こちらのトマトはですね、湯むきして冷蔵庫に冷やして、混ぜたてを、あえたてをいただいた方が美味しいので、はい、キンキンに冷蔵庫でトマトを冷やしておいてください。で、混ぜたてを召し上がってください。はい、続いては甘夏ゼリーの方お願いします。はい、甘夏のゼリーはですね、板ゼラチンを水でふやかすときに必ず氷水を使ってください、うん、それとふやかしたゼラチンを果汁液に合わせるときには果汁液が熱すぎない、大体60度ぐらいを目安に冷ましてあるところにゼラチンを入れて混ぜて溶かしてください。はい、温度に注意ですね。そうですね、はい、ありがとうございました、はい、今回も4週にわたって夏はアジアン料理ということで教えていただきました、はい、毎回おいしいお料理本当に楽しみなんですが、ありがとうございます。次回8月もまだまだ暑い時期が続きますね。はい、そうですね、暑いですよね。先生、次回はどうなるんでしょうか。次回はですね、うん、アウトドアに合う料理ということでご紹介していきたいと思います。楽しみですね、はい、暑い時はやっぱり外に出かけて天気もいいですし、そうですね、夏休み期間ですよ。みんなで楽しく味わっていただけるお料理を教えていただきます。はい、皆さんぜひお楽しみにしていてくださいね。先生、どうもありがとうございました。ありがとうございました。